にちは、ジャズドラマーの黒田です。ブラシでですね、ダブルストロークの質問がありましたので、お答えしていきたいと思います。ブラシはですね、叩き方としては、普通にこうスティックをこうポンと落とすというよりかは、一回こうしならせて、ここでキュッて止めることによって、ブラシがこうなるじゃないですか。ここで叩く。これは非常に大事です。左手だと、なのでここにここをものすごくタコができるんですけど、ここに当てないと止まらないじゃないですか。こういうふうに。で、こうやってブラブラブラって揺らすと、こう先がこうやってしなるので、このしなってる部分で2つ叩く。で、ダブルストロークは基本関節がドラム、手の関節で1、2、2、1、手首、指のところ、手首のところで、ここのとこの肘で肩っていう4つあるんです。使うのは基本的には1と2です。そういうことね。で、ダブルは2は1回しか使わずに、ここは1回しか稼働してないけど、ここの指とここを使うことによって2回叩くっていうのがダブルストローク基本です。でジェフ・ハミルトンはブラシに関してはこれすごく音が圧迫感があるので、ブラシはダブルは横にこういうふうにした方がいいというふうに言ってますね。でブラシでこうこういうのも使うんですが、こういわゆるプレスロックっていうよりのを使うよりかは、なんかこう装飾音符でこういうフラット押さえつけたサウンドの何かで使うことが、スリーストロークとか右右左右とか、ファイブストロークで右右左左右っていうふうに使ったりします。あと、早打ちなんかだと、このここの縁に当てることで、縁に当てると自動的にこう揺れるでしょ。で、それを角度をこうやってつけていけば、こんな風に、ドールは使いやすい。だから両方で、あんま左手やらないんですけど、こういう風に使ってするとうまくいくかもしれないですね。あとこういうこうクライトン・キャメロンがやってた、このこうやって叩くことによって揺らしといて、こうくっつけるバタフライという名前つけてました。あとはあのフィリーとかもよく使う、これでロール、マイルストーンズってアルバムの中にビリーボーイって曲が入ってるんですけど、そこでビリーはこれ使ってますね。あ、こうやって使ってるのかな、聞こえると思います。あのフォーバースの最後の方で使ってます。という具合に、ブラシのダブルストロークっていうのはちょっと普通に難しいです。スティックだとこう弾んでくるんで、弾まない分こうここでここをうまく操作してこいつを揺らしてあげて使う。慣れればそんなに、逆にこっちでダブルストロークがうまくなればスティックの音も絶対良くなる、要は弾く速度が速くなるので、すごく良くなると思いますので、トライしてみてください。以上でした。ありがとうございました。